今日は新宿駅にいます。この電車に乗って、山梨から静岡の旅をしていこうと思います。では行ってまいります。これから甲府に行って、甲府から身延線で、静岡の、富士市に行ってから、東海道本線で清水市に行くっていう感じです。中央本線は、東京都と、山梨県の県境あたりがあれね、結構景色いいのよね。今山梨県に入りました。この盆地が見えてくるともうすぐ甲府ですね。あと10分ぐらいなのかな、10分15分だわね。これは甲府ではないんですけども、山を降りてるわ。甲府に着きました。これから今度は身延線に、乗っていこうと思います。駅の構内になぜか鐘があったんでね、ちょっと取っちゃいました。鐘。ここから身延線に行きます。今度はこの電車で、下部温泉まで行ってこようと思います。発車してすぐなんか白っぽいのがあったのよね。ちょっと確認してないからわかんないんですけども、白いよねこれね。白なんてあったんだ、わかんなかったわ。この身延線は単線ですね。線路1本しかないわ。これ何かなと思ったら、これ駅だったわね。どんどん山奥になってきました。今下部温泉に着きました。下部温泉の周りはこんな感じになってます。まさかの無人駅だったわ。これから湯の奥金山博物館に行ってまいります。この橋を渡るともう博物館だわね。あっちは温泉街らしいです。あそこが金山博物館です。いや橋が揺れるわ。はい、着きました、湯の奥金山博物館。これが利用案内です。ここに来た目的は、砂金取り体験ですね。初めてなんでスタッフの方にあれ教えてもらってから、自分でやるって感じですね。30分砂金取れるみたいな感じです。それでは私も、砂金取り体験をやっていこうと思います。ちょっと多めに取っとくわ、砂は。なんか回すらしいわね。ある程度回したら今度は斜めにして大きめの石を取ってあげるっていう感じですね。これの繰り返しです。だいたいこのぐらいまで少なくなってきたらもうあとはもうね、ちょっと流すっていう感じだわね。ちょっと水入れてね。金がなかったわ、残念と思ったらね、スタッフさんが来てくれてなんか金があったらしいわ。見えるかな、一応金3粒ぐらい あるわね。ここにこの光ってるの。30分で、これだけ取れました。6粒ぐらいあるわね。こんな看板があったんですけども、取った砂金でアクセサリーが作れるってどんだけ時間かかるんだろうね。うまくなるとやっぱ十何粒取れるらしいけどね。1回700円だからね。博物館の隣にある、下部黄金の足湯に行きました。足湯はこんな感じだわね。これがだいたい半分ぐらいっていう感じで、ここは排水溝。では早速私も足湯に浸かるわ。いやーなんかズボンだから濡れそうだわ。ちょうど周りに誰もいなくなったんでね、こっちから撮ってみました。砂金取りの後で疲れは取れるけど暑いのよね。温度は40度ぐらいでした。で効力もここに書いてあるっていう感じです。
これから、静岡県に向かっていきます。今富士宮あたりなんですけども、真正面あたりにこれ富士山なのよね。雲で見えないのよね。残念。今富士に着きました。ここから先は、この列車はスイッチバックを行います。行き先が変わりますね。ここから身延線から東海道本線に、移動します。清水に着きました。ちびまる子ちゃん、今回清水に来た目的は駅から港が徒歩数分で行けるっていうところと、あとマグロの捕獲量がやっぱね日本一っていうのがあるんでね、やっぱそれで清水に来ちゃいました。まあちびまる子ちゃんのまあモデルだしね、聖地だわ。市場に来ました。今回はマグロ館に行ってみようと思います。マグロ館の1階はこんな感じですね。店がいっぱいあんのよね。2階にもあります。ここが目的地のどん兵衛。ここね、こんな感じなんですけど、なんかメガマグロ丼とかあるわね。これ15,000。でメガ海鮮丼8,000。でこれが有名なんですけど、赤富士丼、これがね、高さ 37.76cm かな。これはさすがに食えないです。フードファイターの人でもねこれ成功した人いないらしいのよね。一般のメニューはこんな感じになってます。お食丼もいいわね。日本酒はこんな感じでした。町酒だわ。ここで我流梅が来ました。それとこれはお通しですね。早速入れてもらいます。トク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 。こっからこぼれんのよね。あ、結構入れてくれるわ。では早速いただきます。おいちい。これお通しなんですけども、なんかちっちゃいサザエみたいな感じなのよね。なんだろうこれ。とりあえず取ってみます。出てきたわ。これ回転しないとダメなのよね。あ、うまいわ。うまい。これ酒進むわーい。あー、うまい。お通しだけでこんだけ飲んじゃったわ。皿までこぼれてたわ。入れちゃおう。ここでお刺身定食が来ました。刺身だけなんだよね。入ってるのは、サーモンとこれイクラもあるわね。あとカンパチ、あとこれなんだろう、カツオ、これタイかな、なんか卵も入ってるわ。あとウニ、マグロ、アジ、これ赤エビだわね。中トロもあるわね。とりあえずウニちゃんから行くわ。ウニちゃんピントが全く合わないのよね。とりあえずいただきます。うまっ。酒。あー、うまいわ。今度は中トロみたいなの食べるわ。ちょっと向きが違うんだけど、ちょっと手でね隠しちゃったんですけども、やっぱね港の刺身うまいわね。もう酒進んでしょうがないわ。入っていきます。あー、うまいわ。ここで我流梅の黒が来ました。はい、トク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 って。でこっからこぼれるわー。いやー、ここで、イクラがついてるサーモン食べるわー。あ、ちゃんとピンとあったわね。ではいただきまーす。あー、うまい。お酒がチュッチュッチュー。
カンパチいただくわ。カンパチちゃん。ではいただきまーす。甘いわね、やっぱね。新鮮だわ。新鮮組。ちょっとカツオもいただきます。これね、鶏皿変えたわ。ニンニクしようよ。ニンニクちゃん。ではいただきます。やっぱニンニクよね、カツオはね。お酒もどんどん進むわね。ああ、うまいわ。これなんだろうね。わかるかな。今ちょうど一回り食べたって感じだわね。エビと卵以外ね。ここで大物の赤エビ行くわ。とりあえず頭を剥いて、剥けたわ。する剥け。ではいただきまーす。甘みがあってプリプリしてんだけど、尻尾置くとこないわ。エビちゃん大好き。ここでエイくんが来ました。名前が変わった名前だったんでね、ちょっと調べたんですけども、あーまだ残ってんだよね。これ社長の名前らしいわね。しかもこれもうないわこぼれない。とりあえず次の日本酒来てるんで飲んじゃうわ。ああ、うまいわ。あ、ちょっと残った。なんかお店からね、サービスでいただいたわ。サーモン、というか、鮭鮭。レモンもかけて、ピッピッピン。ここでやっぱ焼き魚あるのはいいわね。ちょっと味見でちょこっと食ってみるわ。あ、塩気あるわ。ちょうどいい感じの塩気。これ酒飲みに合うわね。とりあえずエイくん行ってくるわ。エイくん、あーうまいわね。あっさりしてる。マグロちゃん、マグロちゃんよ。この辺からお酒飲むペースが早くなったわね。ここでまさゆきが来ました。ゆいちゃんだわね。あーこぼれたこぼれた。もうこの辺でスマホの電池がもうなくなりそうになっちゃったのよね。つーかもう電池切れたわ。というわけで今日は、清水港に行ってみました。つーか山梨からだわね。やっぱしね、港の刺身はうまかったわ。撮影用のスマホの電池切れたんで予備ので映してます。キーパー。そういうわけでね、おのこチャンネルでした。もしよかったらね、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイビーン。在来線で帰るわ。